ガズレーシングならではの新たなスポーツブランドを立ち上げることになりました。人が A 地点から B 地点に動くにあたって単なる移動をするんだということじゃなくて、はい、ムーブというのは英語で言いますと動くという意味もありますが、感動させるという意味もあるんですね、はい、そういうところにこだわりを持ちたいということと、やっぱり数ある工業製品の中で愛がつくものというのはね、やはり自動車なんですよね。ですからやっぱりどんな時代になっても愛車と言われるものにしたいし、それから全ての人にファントゥードライブ、それが今ね、はい、特にこのガズレーシングカンパニーにはね、実現してもらいたいミッションじゃないかなというふうに思ってますよね。ガズレーシング GR、 これは私のいわば悔しさから始まりました。原点はやっぱり悔しかったんですよ、はい、トヨタだけじゃないか、このニュルをね中古車で走ってんのはとね、他の会社見てくれと、このあと 2,3 年後に出す車を、しかも他社とバトルをしながら開発をしてる、うん、それをトヨタは中古車で買えるような車でしかできない、はい、しかも私もトヨタの社員だったんですけど、当時はトヨタさえ名乗ることができない。ガズーと当社で名がつくものは最前線で戦うものにつけております。ガズーとつけるのは単なる一つのブランドではなく、やはりもっといい車を作りたい、そしてもっと多くの笑顔をもらいたい、ぜひこの車に乗りたいというドライバーにも集まってもらいたい、プライベーターのチームがぜひこの車を使わせてほしいという世界を盛り上げたい、ガズーレーシングカンパニー、あえてトヨタってつけてないじゃないですか、はい、非常に小さな会社ですが、小さいからこそ大企業トヨタではできないことができるということを、私社長としても応援をしていきたいというふうに思っておりますので、車に乗って笑顔が出る人たくさん作ることを応援いただきたいというふうに思います。